スポーツマスターズは日本のスポーツ競技大会である。1988年から始まった全国圏幸福司祭は60歳以上が対象だが、この大会は原則35歳以上が対象となる。大会は生涯学習としてのスポーツの定着と、幼児期、高齢者の幅広い層が、各々の能力や思考に応じて、スポーツを楽しむ環境づくりを目指すことを謳っているが、 本大会では競技性が高い35歳以上の選手が出場し、いわゆるシニア版国体とも呼ばれている。その中で参加者が順位を競いつつもスポーツへ親しみを持ってもらい、スポーツを生涯学習として捉え、その普及、信仰と生きがいある社会形成、健全なる心身の維持と向上に努めることを目指している。2001年に宮崎県で 1> 第1回大会が行われた。水泳、サッカー、テニス、バレーボール、バスケットボール、自転車競技、ソフトテニス、軟式野球、ソフトボール、バドミントン、空手道、ボーリング、ゴルフの計13競技。このうち、自転車競技は2002神奈川大会から、ソフトテニスは2006広島大会、軟式野球は2008高知大会から開催。過去には、 陸上競技、綱引きも行われていたが、休止している。ありがとうございます。